はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ SF 編の続きをやっていきます。外で作業をしているお二人に、緊急事態が発生したところですね。これどこ行けばいいんだ。これエレベーターからエアロックへ行けばいいのかな。医務室だって言ってんのとエアロックだって言ってる人がいて、2階がだいぶ複雑なんだな、これ地形的に。とりあえずエアロックの方に向かってみる。レベル1。で、まあ、前回もそうだったんですけど全く戦闘がなくて、でこの宇宙船の中にこうなんか魔物とかモンスターがはびこってる感じでもないので、でかといってね宇宙に敵がいるっていうところでもないし、あれどこだ、これコンテナエリアに来ちゃったんだけど、下の方にあれがあるな。まああるとすればなんかベヒーモスが脱走して、まあベヒーモスと戦闘って感じだけど、こいつ戦闘要員じゃないんだよな。ただあ、ここエレベーターか。あれ、じゃあどこだこれ。エアロック、エアロック目的地じゃないっぽいな。2階へ行ってみよう。だって戦闘できる人ってなるともうあの軍人さんしかいないよね。こいつは戦闘要員とも思えないからな。でやっぱ医務室の方か、ゴールは。で下か、マップがあってくれて助かる。酸欠になってるかあいつ。軍人さん頑張って。てか艦長どこにいんの。一回映像で出てきたけど、これはなんか超すごい機械で治療してる感じかな。なんか単純な機械だけど。お、おおショック療法か。いや軍人さん頑張ってんな。ダメだ、カク。船長は。おい、呼んできます。でもこういうのは大体船長の責任になっちゃうよね。責任者の責任だからこそ責任者で。こっち行ける。あ、行ける。ん、なんだ。ああ、なんか除菌しようって。あ、医務室だからなんか除菌しろって感じか。あ、こいつに話すの。じゃみんなに話しとこう。あ、まあ、最後の科学の形見だからな。あんな状況でも除菌されるのかな。今までの様子と違う。呼吸はしていないようだ。体全体が異常な色に変色している。そうか、死という概念がわからないのか。宇宙服の生命維持装置にアクシデントとは。ずさんな管理もいいとこだな。チェックは万全だった。急に壊れるなんてありえない。怪しいもんだな。それとも何か、誰かが故意に。
爆発音だ。なんだ。船長は。それがいくら呼んでも出ないんです。一体どうなってるんだこの船は。とりあえず爆発音を調べよう。私は荷物の様子を見てくる。お前はレイチェルさんのそばにいてあげておくれ。何かあったらコックピットにいるから。こいつはここにほったらかしなんでね。まあちょっと緊急事態だから移動している暇がない。除菌されるのかな。こんな時でも除菌される。どっち行けばいいんだ。これ多分エレベーターだよね。上と下にエレベーターがあるからまずはエレベーターへ行けと。でマップ自体には別に目的地が映るわけじゃないんで、一回行くか。まあ、今のところなんか船長が全然出てきてないから、なんか船長が何なんだろうなって。これちげえよ、ここ3階だじゃん。マップを見て次へどこ行くか判断する。でこっちコックピット行く感じかな。そうすると船内には異常ないようですね。なんだ。なんてことだ。親アンテナが吹き飛んでいる。爆発で。この船は最悪だ。こんなことなら自分で宇宙を泳いで行った方が安全ってもんだ。それはないだろさすがに。まあでもそれほどまでに不信感を抱いているということか。船長どうしちゃったんだろう。この会社のやり方は人間らしくない。コーヒーマシーン。さあコーヒーでも飲んで気を落ち着けよう。コーヒー渡しますか。渡す。あ、ありがとう。そうだな、僕がしっかりしなきゃ。お、現れた。船長、部屋にいたんですか。大変なんです。カークが。何、それは本当かね。それは気の毒に。まずはこの事態を収めることだ。彼を弔ってやろう。準備してくれたまえ。私も今行く。船長。随分と優秀な船長さんだな。乗員が死んだってのに、ああも冷静に振る舞えるとは。僕はエアロックを準備してくるよ。じゃあ僕はカークさんの部屋へ。棺に入れられるものがないか見てきます。コールドスリープでよくないかも。ああ、
死体も腐らないでしょ、コールドスリープさせとけば。私はどうすれば。誰も俺には声をかけてくれない。自分で動くしかない。あ、下は目的地になってんな。これはどういう、あ、そ、あれだ、こっちで、ここか。もはや何室だか分からん。てか行けねえし。生活用モジュール、利用者カーク、残念ながらなくなりました。ロックは解除されます。お名前を入力してください。は？自分で入力するのこれ。そういうシステム。登録完了、自由に入れます。この本、ワープ広報、拡散らしい。ワープでやっちまえ。宇宙層で、また別のとこへ行くのか。この船内で何が起こってるか、船長はなんか怪しいよねっていう。って何回聞けた。コックピット、いや1階のエアロックかな。そうすると、あ、エアロック、棺に入れてエアロックから宇宙へ放り出すんだ多分。宇宙層的な感じだから。まさかこんなことに。僕は核をよく思ってなかった。死んでほしいまでとは思ってない。え？あとレイチェルに話すのかな。じゃあまたエレベーターで2階とか行ってみる。レベル2、SF 編もまあ長いっちゃ長い。下の方だな。でここはどこなの。あれ、死体がなくなってる。あ、もうあれか、担ぎ込まれてんのか。え、なんか話が分からん。そしてなんか音楽が、若干不穏な音楽が流れ始めた。ちょっともう一回エアロックのとこ行ってみるか。じゃあ。でもさ、ただそういえばステータスはあるんだよね。見てみるとレベル7。ちょっと待って、あ、装備がない。アイテムも特にあるわけじゃないけど装備見れない。なんか戦闘はもうほぼほぼなさそうだな。遺体は？あれか、なんか船長がなんか遺体をどうにかしたのか。でもなんでって感じだよね。これさ、しかもさ、次どこへ行けばいいのかあんまり言ってくんないからさ。とりあえずレベル2に行こう。本当にマップ頼みだわ。
これあれかな、スーファミ版とかってマップあったのかな。これなかったら超きついよね。この広い船内をさ、とにかくくまなく調べなきゃいけない。だってここに来るなんてあんまり思わなくない？どういうことです？私に聞かれても困る。それよりレイチェルとか言ったら彼女は呼ばなくていいのかね？勝手にレイチェルのところ、あ、レイチェルが遺体を。カーク、よく眠っているわ。え？待ってて。ああ。私クッキーを焼いてくるから、あなた大好きでしょ。もうおかしくなっちゃったのか。強引に開けたっぽいな。何してるんだレイチェル。この人は誰にも渡さないわ。ヒューイ、あなたの考えは分かってる。カークを殺せば私があなたの元に帰ると思ったのね。バカ言うな。しっかりしろレイチェル。そこから逃げろレイチェル。ヒューイがお前を狙っている。俺は今エアーロックの前にいる。早く体を取り戻さなくては。すぐに来てくれレイチェル。え？レイチェル！なんだマジで。まあ、これは変わらない。船内通信01、差出人カーク、話したいことがある。3時30分コックピットで。差出人カーク、さっきはありがとう、とっても嬉しかった。ああ、これはあれか、通信のただの記録か。あ、でそれが3つ目。いや、なんかすげえ怪しいな。個人用コンピューター、メッセージ、怖い。ちょっとなんかホラーチックになってきたな。とりあえず行くところは、じゃあ次またエアロックか。原因がわからんからな。やっぱり何か未知のウイルス的なものが船内にいるのかな。で、船長ももうそれにやられちゃってる。人の意識を乗っ取るのか。バカな真似はよせ。話して。落ち着くんだ。で、さらにちょっともう目的地がまた変わってんな。ん？なんだ？これはベヒモスか。キューブは別にそんな喋るキャラじゃないからね。自分でまた不穏になった。おお、
やばい。そして目的地が分からん。戦えって言っても戦えないよ。うわ、来た。やばくねえか。ちょっと待って、なんかちょっとセーブしなきゃ怖い。あ、やばい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 。なんかイベントは始まっちゃってるわ。あそこまで逃げろってこと？ベヒーモスと遭遇した。急いでベルツネリア逃げましょう。接触するとゲームオーバー。はい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 。でもベヒーモスもそんな速くないよね。ただ歩いてるだけだから。そういう感じ。もう地図を頼りに行くしかないよ。助けてくれ、助けてくれって言ってもさ、こいつしか頼りになる人がいない。なんだと、ベヒーモスが。おいおいおい、何してんだ。しまった。でもベヒーモスもう外の空間に、宇宙空間に放り出すしかなくて、捨てるしかないよ。あ、やばいやばいやばい。おおおおおおお、加藤くん、間一髪。大丈夫かい？むしろお前のが大丈夫か。よかった、どこも壊れてはいないね。マジで酸素どうなってんだこれ。いいか、落ち着いてよく聞くんだ。あんたがさっき医務室で見たのは何だ。あのベッドに横たわっていたやつだよ。いいか、冷静になるんだ。悲しいかもしれんが、あの男はもうこの世にはいないんだ。あとは大丈夫だな。私は向こうを見てくる。横丁やられるなよ。あの、ありがとうございます。私も宇宙で死にたくはないからな。もうちょっとさ、乗組員いてもね、いい気がするけど、最小限で来てんのかな。私だ。コンテナは本当に空だ。もう倉庫にはいないようだな。どこに行ったか知らんが、浮かずに動くと危険だ。そのエレベーターで合流して上に上がろう。てかマジで船長よ、何してんの。ごめんなさい、私信じられなかったの。だってあんまり突然なんだもの。人の死は突然だ。地球まであとどれくらいなの。そもそもまたコーヒー。このコーヒーもどれだけ残りあるんだろう。え、で今度レイチェル。まあ落ち着け。これ他の人にも渡せんのかな。物語は進まなそうだけど。ありがとう、お前は優しいね。また出た。大丈夫かね、みんな調子はどうだ。めちゃくちゃ淡々としてるよね、うん、今ベヒーモスが船内をうろついてるんだ。何、それは本当かね。それは気の毒に。いやー、めちゃくちゃ機械的だな。何言ってるんだ、非常事態だぞ。
いつまで部屋の中に閉じこもっているつもりだ。何？それは本当かね。それは気の毒に。何？それは本当かね。それは気の毒に。どうなってる？ベヒーマス、これ以上カークを傷つけられるのは嫌。レイチェル、やめろ。死にたいのか。でも二人が。かなり異常な事態になっている。てか待ってるんだ。ちょっと話そう。方法は見つかるさ。いやーという感じだけど、ちょっと物語が進んだな。やっぱり放っておけないよ。みんな言ってしまった。という感じで、多分 SF 編はそうだね、戦闘はなしで物語が進んでいく感じですね。若干長い気はしますけども、多分次回くらいで終わらせられればなと思ってます。というところで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。